はい、どうもいつもありがとうございます。ミスカルチャンネルでございます。皆さん、京都と聞いたら何を思い浮かべますかね。やはりパワースポットで言うとね、清水寺とかね、貴船神社とかね、伏見稲荷なんかもありますね。二条城とかね、大変人気のお城もございます。お祭りだったら祇園祭りとかね、お土産物なら八つ橋とかね、油取り紙とかね、京都のおばんざいなんかも美味しいです。何が言いたいかと言いますと、実はですね、京都には知られざる秘密がございます。それはですね、私このミスティカルチャンネルでも何回か言っております。京都の地下巨大地底湖のお話です。京都市のですね、地下500メートル下にはですね、巨大な地底湖があると。それもですね、琵琶湖に匹敵するぐらいの巨大な湖があるということなんですよ。で、水源があるという言い方はもう前からしているんですけれども、ただ普通の人はあまり知らないということなんですが、実はですね、この巨大地下湖に行けるとしたら皆さんどう思いますか？で、私、諸戸祐樹はですね、ある方にですね、この地下巨大湖に行けますよという話を聞いたんです。そう、その方は言ってるんですね。絶景ですよということで、これは調査したいなと始まったのがこの湖企画です。で、昔平安京を京都に遷都した時にはですね、弘法大師空海さんがこの土地は風水上を見てもですね、四神相応になっていて素晴らしいと。そして地下には巨大な湖がありますよということを見極めて、そして都を移したということなんですね。だから先ほど言った京都といえばという時に挙げたパワースポットや土産物いろいろありましたが、そういったものは全てこの水に関わるということです。この平安京からの1200年以上の歴史、この地下の巨大湖と京都の人は切っても切り離せない文化が出来上がったということです。一般的には滋賀の琵琶湖からですね、水を引いてきているという疎水というものがありますけれども、これは明治以降にできたものです。京都の町の中にある井戸水、この地下の巨大湖につながっております。そして清水寺や二条城の南にある神泉苑からは、この地下の水が溢れ出て、そして貴船神社や祇園祭りの八坂神社などの下にはですね、京都の巨大湖に行く入り口があるということなんですね。で、この調査を私してたんですけれども、コロナで止まってしまったわけなんですね。しかし、もうやれるやろうということで、実はもう再開しております。で、その模様をお伝えしたいんですが、まずは今回ですね、今までのこの地下巨大湖企画の、一部始終を皆さんにダイジェストで見てもらいたいなと思います。最後までぜひご覧ください。それでは参りましょう。京都の地下巨大湖企画。こんな感じでやってました。どうぞ。京都にはですね、もう大きな琵琶湖ぐらいのですね、巨大湖が水深500メートルのところにあるという話だったんですね。で、京都市一円に広がっていると。いわゆる京都市というのはですね、巨大な水がめの上に乗っているような状態ですよという話をしました。もうこれは事実です。はい、もう新聞なんかでも、いろいろね、公表はされてるんですけれども、実際にそこに行こうという話なんですね。で、行った人も僕知ってますんでね、今からですね、京都の市役所電話して、実際にちょっと地下の水源、湖のことを詳しい方にいろいろ聞いてみたいと思います。あ、こちら京都市役所です。あ、すいません。私ですね、タレントをやってまして、京都のですね、地下にですね、水源があると思うんですけども、この辺のお話、地理の詳しい方とちょっとお話をしたいんですが。わかりました。はい、それではですね、はい、こちらなんですけれども、はい、京都市役所の資産活用推進室にお電話いただいてもよろしいですか？あ、わかりました。じゃあそちらにお電話させていただきます。資産活用推進室というのを電話してくれと。あ、もしもし。こちら京都市役所資産活用推進室でございます。先ほどですね、地下に水源があるというのを聞いたんですけれども、地理に詳しい方。あ、わかりました。はい。ちょっとお待ちくださいませ。はい。申し訳ございません。こちらでわかる人間がおりませんので。はい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 、すいません、ありがとうございます。はい、失礼いたします。はい、失礼します。もしもし。あ、すいません。ですね、京都のですね、地下にあ、すいません。お世話になります。私、諸戸と申します。京都のですね、地下に水源として、で、その件について、ちょっと地理に詳しい方にお伺いしたいということで、電話させてもらってるんです。あ、本当ですか。すいません。はい、よろしくお願いします。30分後やね。先ほどの京都の地下の水で、こちらなんですけれども、京都の全域に確かに水源は広がっているんですよ。ああ、はいはい。地下にあるのはあるんですけれども、そこに行く方法というのはこちらではちょっとわからないですね。ああ、そうなんですよ。だからそういう文献残ってたりしないんですか。もしもし。あ、すいません。湖といいますか、水源があるというで、そのことでちょっと取材したいなと思っていろいろお話を聞いてるんですが。ああ、たらい回しですね。はい、すいません。わかりました。回しにされて終了やね。はい、ということで見てもらったようにですね、結局いろいろ電話した中でもたらい回しにされてですね、結果わからないという、これが答えでした。ですんで、もうこうなったらもう刑事と一緒です。足で探します。足で聞き込みです。で、やるということで、どこやるかなんですよ。で、これね、まあこれ京都市ですよ。もうぐわーっとこう伸びてるというのが分かるんですけど、湖がね、水源から直接水が出てるって言われてるところがあるんです。それがですね、まずこの男山ですよ。で、伏見で東山になんかあるという、なんかそういうのを調べれば出てきました。で、この辺を聞き込み、そして僕が直接ある人から聞いた生き方、ここです。さらにここの聞き込み、まずここ行こうと思ってます。これ渡月橋ですね。佐賀嵐山に来ております。ここからさらに進んで、京都の地下にある巨大湖に続く洞窟があるというのでね、そこに向かいたいと思います。で、僕まだ見たことないんで、それを確認して行けるとこまで進みたいと思いますんで、楽しみにしておいてください。今ずっと山道進んでるんですが、一回ですね、鳥居ありまして、その奥進んでみたんですけど、なかったと。このまま進んでいきますが、果たして洞窟は見つかるんでしょうか。と一回山下りました。全部見ましたけれども、やはり鳥居といえば先ほど行ったところしかないんです。だから多分あそこです。もう一回戻ります。多分ですね、もうこの辺りであることは間違いないんですけども、ちょっと今のところわからないですね。いやー、もう倒木で荒れ放題ですね。これあったとしてもちょっとわかんないかもしれないですね。えらいことなってますけど、教わった場所はこの辺りであることは間違いないんです。あー、どこにあるんだ。やはり伺っていた場所と思われる地点の鳥居まではたどり着きましたけど、その後のその鳥居くぐってからの場所がですね、もう本当に荒れ果ててですね、倒木がすごくて、そこに洞窟があるのかどうかもちょっと分かりませんでした。だいぶ探したんですけどね、ほぼ半日使いましたんで、今急いで帰ってるところです。もう日が暮れそうです。実際に京都の地下にある巨大湖に行ったことある人、仮に A さんとしましょう。その人に聞いた場所というものを探しに行ってまいりました。でその場所というのがですね、パワースポットがあります。その裏に山があるんですね。でそこにあると。でその山と山との間に、鳥居が目印であると。でその奥行くと滝があると。でそこにですね、縁のお常さん、縁の行者さんの像があって、その奥だということは聞いてたんです。その場所はありました。その像も見つかった。もうバッチリです。じゃあ実際にそこの洞窟の入り口まで、それが無理やったんだよ。洞窟は見つからなかった。うん、そうね。いいですか、場所は間違いないんですよ。でこの後僕は聞き込みをしてます。いろんなお宅行ってね、それも邸宅みたいな大きいお家ばっかりですよ。そこでですね、新情報、さらにその場所が間違いないということが確信を得れました。残念。お留守かな。ちょっと留守のようですね。ここで見とこう。あ、すいません。私タレントやっておりまして。ああ、すいません。はい。あ、すいません。恐れ入ります。私ですね。タレントをやってるモロトと申しまして。はい。ここへちょっとお留守番に来てますので。あ、すいません。あ、すいません。私ですね、タレントをやってるモロトと申しまして、今京都のですね、秘密スポットみたいなのを散策してまして、この辺の話をちょっと伺いたいんですけれども、あんまり分かんないですか？この土地の話をちょっと聞きたいだけなんですけども、京都の地下に大きい水源があるっていう話があって、でそこへ続く洞窟がこの辺にあるっていう話があってね、聞いたことないですかね？あ、そうですよね。でこの近所あたりでそういう話は聞いたりはしないですか？聞いたりしないんですけど、よそのうちやしね、なんともよう言わんわ。なんかあるような、なんか滝が流れてというようなことは聞いたことがあるから、ね、にもその辺があるかもしれませんし、あるじゃないですか。であそこで通じる洞窟があるみたいなことをちょっと聞いたんですけども。ああ、そうですか。ごめん、私の相談によく知らないです。なんか川は流れてます、向こうから。でもお家の中に洞窟というのがあったのかなという感じは聞いたことはありますけど。お家の中に、お家の庭にあったのかな。それがそうかどうかも分からへんし、場所ならあったって聞いたことはあるけど、時間、御所からどっか入るとこがあるみたいな。なんか昔は境ね。ああ、京都御所ですか。うん、今も全然違う境。なんや分からへんな。でも鉱脈は通ってると思いますわ。うん、ごめんね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと今体の調子が悪いので。これもう新情報。京都の御所。に地下につながる地下通路があるんですよ。そういう新情報が出てきました。そういう話がもうその近所の人は知ってるわけなんですよ。そしてさらに先ほど僕がね行きました場所、あの場所には必ず地下につながる洞窟があるんです。匂わしてたでしょ、けど知らんふりするんですよ。もうだからあの人たちが隠してるんです。これ実際にですね、京都の巨大地下湖に実際行ったことのある A さんに伺ったんです。あれ倒木とかもね、荒らし放題なのもわざとですと。あ、わざと人が行かないように。そうです。それを近所の人らがやってるんですね。危ないから行かんように隠してるという事実があるんです。そして京都の地下湖に行った人、他にも絶対いますんで、この人を見つけ出します。はい、ということで皆さん見ていただいたわけですけれども、もういろんなことが分かっております。地底湖への入り口、そしてなぜ京都はこの地底湖を秘密にしているのか、入れなくしているのか、その話もしたいと思います。次回もぜひご覧ください。あなたの現実の裏側にも不思議なことはあるもんです。ミスティカルやな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。皆さんもミスティカルチャンネルに登録してミスティカルマニアになりましょう。